あ、すげえいいじゃん、これ。マジで。あ、素敵。タイパーさんです。いつも見ていただいてありがとうございます。皆さん、もうね、7月も入って、僕ね、言いましたよね、7月になったら買うって。予告通りというか、僕ちょっとね、買わせていただきました。こちら、じゃん、ナイキです。ナイキの靴。そうなんですよ、 AMAX90 買ったじゃないですか。まあ全くね、僕なんかメカメカしい動画ばっかなんで、ちょっと靴なんて開けてもどうなのって話なんだけど、ちょっとね、皆さん履きやすい靴を選んでいただければいいかなということで、僕はこのエアマス95買いました。白、見てくださいこれ。いやー、しかもね、ちょっとやっぱサイズがね、もうなくなってきてるんですよ。危なかった、本当にね。まあ、衣装靴兼普通にね、靴として履こうかなと思ってたエアマックス90を、買ったんですけど、その時にね、これもいいなと思って、買おうと思ったんです。さすがにね、2足買うのは厳しいなと思いまして、今日はこちら、じゃじゃん、買いましたよ。いや、これね、もうね、6.5 とか7が少なくなってきて、ちょっとね、なかなか手に入らなくなってきちゃうんで、これはちょっとね、早めに買っててよかったなというか、もう、これですよ。まぁ、ちょっとね、これをね、ちょっと僕が普段履きにしたいな、ということで。で、僕ね、このね、エアマックス90を、95か、履いたことないんですよ。だからね、もうほんと嬉しくて。で、これね、やっぱね、6.5 履くと結構きつめなんで、結構ね、タイトなんですよ。だからちょっとね、ワンサイズかツーサイズ大きめ買った方がいいです。おすすめ、それはおすすめです。僕も体感しました。だから僕 6.5 でもちょっとつま先がへこむぐらいなんですけど、7にして、やっぱね、横広、横が狭いっていうか、ここのこれありますね、これが結構ね、つながってるんで絞られちゃうんですよ。だから結構ね、きついらしくて、で、僕も履いてみると、7.5 でも、ちょっときついなぐらいな感じだけど、ちょうどいいぐらいな感じ。ただ、つま先は余ってますって感じなんですけど、だからね、サイドのね、幅が、こう、キュッてなってるんで、これはね、7、まあ、その6.5の人は7とか、7.5にした方がいいかなと思います。ちょっとね、これはね、危なかった。サイズがなくなってたんでね。はい。こちら、まあ、白いのいいですね。かっこいい。ちょっとこれね、もう俺、しかも、ほんとね、これが、まあ、全盛期の頃、ね、ね、ここが黄色のやつあったでしょ。あれ、買いたかったけど買えなかったっていう、もうね、すごい人気だったじゃないですか。もういろいろ、マックス狩りなんかもあったりね、すごかったじゃないですか。なんで、ちょっとこれをね、僕は、ちょっと手に入れたかったんですよ。で、まあ、エアマックス90はちょっと衣装の靴というかね、いろいろこう、まあ、履いたりするときに履けるなっていう綺麗な靴として履こうかなと。で、これはなんか普段使いでも履きつつ、まあ、大切に履いていこうかなと思っておりまして。はい。こちらナイキのソックスと合わせて買いました。これでいいでしょう。ね。夏はこれに短パンみたいな完璧な、感じだと思うんですが、いやー、これはね、ちょっと買ってよかったと思いますわ。皆さん、これね、いいよね。かっこいいよね。ちょっと、まあ、外で、あれかな。また、防水スプレー吹いて、やってみたいと思います。じゃあ、履いてる感じとか、ちょっとね、せっかくなんで、お見せしますというか、やりましょうかね。じゃあ、ちょっと一旦、外へ行きましょう。はい、皆さん、こちら毎度のことね、外にやってまいりましたけれども、まずはですね、こちらでちょっと汚れを取っていきましょうね。
まあ多少のなんかね汚れがあったりするんでね、そうちょっとちょっとばかしね、まあお店にあったりしてホコリとかも変わってるんだよね。よいしょ。靴の裏とかさ、ちょっとやってみると、ほら綺麗になるよね。でしょ？いいのよ。よいしょ。これで、そしてですね、こいつはちょっと、よいしょ。天気も悪いからね。いいね。よし、1個ずつやっていこう。1個ずつやってみましょう。よいしょ。縫いすぎか？汚れても嫌だからね。よいしょ。ちょっと乾かしましょうかね。まあこんな感じですかね。はい、こうやってちょっとね防水スプレーを吹きましたね。なので、これでバッチリだと思いますね。はい。はい。これはね、この防水スプレーです。この間買ったやつ。で、じゃあちょっとせっかくなんで、履いてみましょうか。履いた感じね。よいしょ。あ、やっぱいいわ。やっぱね、いいね。やっぱちょっと7ぐらいのサイズやとやっぱちょっとねタイトだわ。うん、お、いいじゃない。あ、全然いいよ。あ、これはいいじゃないですか。ほらこんな感じ。ちょっとやっぱねここのところのね締め付けはありますね。僕的にはもう全然サイズは多分かかとトントンって置いたらだいぶ空いてるけどね。だいぶでもないか。ほらいいでしょこれ。ちょっとおすすめですよ。これナイキ靴下買ったの早速履きましてね。あ、すげえいいじゃんこれマジで。あ、素敵。エアマックス95白、白なかなかないんでね。まあちょっと概要欄の方にも、貼っときますけども、こちらの方です。いやーいいね。ちょっと汚れちゃったね。でも汚れたら気になっちゃうかもしれないけど、まあこまめに綺麗にしていきましょう。はい、はい、こちらエアマックス95白おすすめでございます。いやー気持ちいい。よかった。
買ってよかったっていうか、あってよかったサイズがもうどんどんなくなっていますね。白ね、なかなかないからね、本当に貴重ですね。ぜひ皆さんはおすすめなんでゲットしてみてください。今日はこんな感じの動画でございます。いつも見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録お願いします。あとは高評価お願いいたします。以上、谷プラスワンでした。バイバイ。この辺でドローンさせていただきます。ドローンドローン、やっぱり靴は白だね。ありがとうございました。